ワスカール・ワスカルは、インカ帝国の十二代サパインカである。母親は、ラウア・オクリョ。父十一代インカ皇帝、ワイナカ・パックと兄で皇太子の二男・クヨチが共に、天然痘と考えられている伝染病により、キトで亡くなると即位した。ワイナカ・パックは、自らの母の出身地であるキトを愛し帝国の第二の首都としたため、晩年には、インカ貴族が、 シュトクスコ派とキト派に分かれ対立していた。征服後のスペイン人による見解では、父ミカド・ワイナカ・パックは、バスカルを、シュトクスコを含む帝国の大半を支配するサパインカに、イボ兄弟のアタワルパを、第二のシュトキトを含む北部の総督にとしていたのでは、ないかとしている。ワイナカ・パックと皇太子に、南区予知が、後継者を指名しないまま、相次いで時ならずして死亡し、 明確な継承順位が定まっていなかったため、ワスカルとアタワルパの間で継承戦争が勃発したというのである。しかし、この見解は現在の研究で分かっているインカの継承法に合致しないため疑問が出されている。インカ皇帝にはスペイン王の継承法のような明確な継承順位がなく必要に応じて実力も行使されたものの、 通常は、最有力の巫女が単純に継承したのである。これは、旧代皇帝、パチャクテクガチムー王国の方式を取り入れ、分割相続システムを設けたことによる。どんな強力な統治者の遺産も、維持と配偶者とに分割されたが、称号は一人の後継者が得たとされている。この方式により通常は、バスカルとアタワルパとの間で勃発したような内戦は、 回避されたと考えられている。ワスカルはワイナカパック死亡時にクスコにいたため、アタワルパが現在エクアドルとして知られている遠隔の地にいた間に首都で軍隊を組織化することができ、内戦当初は優勢であった。帝国の大半を抑えたワスカルは大軍とともに北に進行し、間もなく最初の戦いの一つでアタワルパを捕らえたため、 多くの血を流すことなしに戦争は終結するように見えた。しかし、アタワルパは、少女の助けにより、幽閉状態から脱走し、軍隊を組織し、3年間の兄弟との戦争に勝ちを収めた。高位請求のため帝国北部からクスコへの進軍の途中、カハマルカでのロエージにアタワルパは、スペイン人のコンキスタドールであるフランシスコ・ピサロと出会い捉らえられた。 間もなくワスカルは彼自身の従者によって暗殺され、アタワルパは兄の殺害を命令したとして、スペイン人により死刑となった。しかし、ワスカルの死についてアタワルパが関与した証拠はない。ありがとうございます。